こんにちは、えー、いつも道場正義塾の動画やホームページを見てくださりありがとうございます。えー、本日は、えー、皆さんもご承知かと思いますが、えー、空手女子の植草選手の件を受けて、えー、世の中の空手の印象が悪くなるんじゃないかなということをちょっと危惧しましてまあ、あの小さな道場の一指導者として。 より良い練習とは何かについて考えることで少しでも空手のイメージが良くなることを願ってこの動画を作りましたまずちょっとこちらの図をご覧くださいはいこれは私が考える良い練習とはっていうのをちょっと整理した図なんですけれども まずですね指導者側と選手というか習う側の思い強くしてあげたいという思いと強くなりたいという思いが重なったところどちらも同じ熱量で同じ思いでそれが重なったところでどんな練習をするかを考えると。その 大枠としてまあうちの道場の場合はどちらかというと試合志向ではありませんので武道教育をベースにして練習が行われると例えば強化クラスなんかは試合のための練習ですけどその中でも武道教育というものをベースにして練習をするでまあ私たちの場合は私がの責任者でもありますので えー、その、えー、外枠はないんですけれども、まあ、例えばあの何とか連盟とか、えー、組織、えー、自体が、まあえー、そういう,こう練習する、えー、場であったり指導者であったり選手であったりを一応やっぱりあのその把握すべきではないかとだから一番大きな枠に、えー、そういう、えー、大きな責任者大責任者がおりまして。 それで例えば競技なら競技武道教育なら武道教育何をベースにするか何を目指すかということにおいてその中で指導者と選手や奈良側がいるとそのように考えましてじゃあどういう練習をしていくかということを組み立てていくわけですけれどもまあ私の場合はこれは本当に 選手、えー、あるいは生徒の皆さんにもいつも言うことですけど、まあえー、安全が本当に大前提ですですから、まあえー、今回の、ね、件についてこういろいろこう意見を言う、えー、立場にはないんですけれども、あのー、基本的にうちの練習ではあのーまあ、市内はもちろん使いませんけれども、まあ、例えば物で言うならミッドとかなんか、あのー、そういう、えー、練習に使う用具 はもちろん使いますけど、えー、例えばあのまあ例えばの話、えー、と反応の練習顔面に対する突きの反応の練習をするとするならば、まあ、例えば私がグローブをつけて、えー、絶対に当たらない位置でやるとか必ずその練習をすることで怪我人はは出ないかどうかどう必ず考えま,すまた、えー、それを大前提にすべきだと、えー、私は思います。 でその中で、えー、大切なことは、えー、いくらまあ安全だからといってあの意味がない練習をしてはいけませんので、えーまあ、まず目的から導き出されたやり方、えー、どこを伸ばすか何を伸ばすか、まあ、例えばスタミナだとか、えー、パワーだとかス,、えー、スピードだとかあるいはそれを総合的にとか。 この練習は一体何を伸ばそうとしているのかというのを考えてそこからじゃあこういう練習をしたらどうかとかこういう練習が合ってるんじゃないかとかそれをまあ指導者が多分考える私もそれを考えますけれども一応ですねうちでは必ず新しい練習あるいは初めて入った人に何かね練習をする場合必ず え今からこういうい練習をしますでそれはこういう目的があるのでこういうやり方をしますっていうのを必ず説明します。で、えー、まあ例えば教科クラスでもそうですけど「まあ、はいじゃあやりましょう」と言って、えー、練習が始まりました。でやっぱり私もそれを見ていて「いやちょっとこれ危ないかな」って思ったら即それはやっぱりやめましてちょっとそこ危ないからこれにしようかとか。 えー、むしろあのー、えっ、ー、と塾成の皆さん選手側の人はもうあのーえー、熱を持って、えー、言われた通りやろうとしますので、えー、そこまでまあ逆に、えー、思いが及ばない場合がありますんで、まあ、例えば、えー、そこで転んで頭を打ったら危ないでしょうとか思えば、えー、ちょっと場所こっちにしようかとか、あのー、やっぱそれは指導者の責任ではないかと私は思います。で これらをですねやっぱりこう守ったというか、まあ、考えた上で、えー、どこまで厳しくするか、えー、例えば、えー、本当に競技のための練習っていうのと、えー、それからまあプロの格闘家の方のね練習とそれから、まあ、それこそあのなんかナイフや包丁を持って襲ってきた犯人に対して、えー、どうするかとかそういう練習の目的ですね。あのー まあ、例えば包丁を持った犯人に対して本当に包丁を持つわけにはいきませんけれども、あの、それなりにそれを想定するような、あの、まあ、うちの場合、あの、ゴムでできたナイフとかを使ったりはしますけど、あの、そういうものを使ったり、それにしても、あの、そこにもし当たった場合、切れてしまってはいけないとか、やっぱり安全性は大事だと思います。だから、練習の方向性といたしましては、えー、それが競技のためなのか、えー 本当に格闘のことをあの追求するのかによってあの方向性は変わると思いますが、えー、先ほども申し上げましたようにまず安全第一、まあ、これはもうどの方もそういうふうに思って指導者の方はあの練習されてます練習面にも考えてらっしゃると思います。えー、まずそれが安全第一が大前提でありましてで目的、えー、その目的にできるだけ近づける。 まあえー、この月の、えー、反応を練習しましょうとで、まあ、例えば私さっき言いましたけどグローブをつけて、えー、月をこう、まあまあ、出すでそれよけろよとかねあの目慣れしろよとかっていう、えー、のもあの、まあ、例えばそれが、えー、グローブを取って素手にしたりとか、えー、はあるかもしれませんけどやっぱりまあ,あのこれ当たったら目を怪我するなとか鼻を。 怪我するなとか、顎怪我するなとかっていうことが考えられる場合は少しでもそれが考えられる場合はやっぱり、えー、それはいけないなということに、えー、しましてで選手の皆さんにもあの聞きますあのちょっとこれ怖いとかちょっとやりあのー、やりにくいとかでやっぱり、まあ、ある意味すり合わせ先ほどの図のですねまあ、あの真ん中の部分ですね選手、えーと 指導者としてはここまでやりたいとでも選手の様子を見てると「いやちょっとこれは無理そうかな」とかあるいは無理と思ってるのかなとか怖がってるかなっていうのはやっぱり見るなり話し合うなり聞いてみるなりして、えー、決めるべきだと、まあ、私は思っております。で、えー、そういう練習の仕方を、を練習の、えー、メニューの考え方、えー、メニューを導き出す、えー、考え方として、えー、それを大前提にしています。 えー、まああのー、一応ですねえー、今まで、えー、うちの練習、えー、結構強化クラスは厳しい練習もしますがあのーまあ、例えば試合でねちょっと怪我するとかそういうことはありましたけどあのー、練習で怪我するってことはまめったに、えー、ないんで、えー、私のその考えたメニューがまあ、間違ってるかなっていうのはあんまり思わないですけどこの まあ一見お草さんの一見をですね、えー、一つの、えー、きっかけとしまして、まあ私自身も果たして本当にこの練習で良いのかというのを考え直して、えー、より良い練習を、えー、考えていきたいと思ってます。どうかあのー、最後にですね、えー、言いたいんですけど、あのー、空手っていうとねあのいろんな悪いイメージを持とうとするともういくらでもあの持、ー、てる。と。 でえー、事実そういう、えー、ところがあるのかもしれませんけれども、えー、やっぱりその、えー、ドアや窓や、えー、壁さえも、まあ、全部開け放しても、えー、堂々と見てもらっても大丈夫っていうような、あのー、練習をすべきではないかと思います。で、えー、空手っていうのは決してそんな粗暴な、えー、なんかあのー。 暴力のために習うようなものではありませんので、えー、どうかそこら辺あのー、誤解のないように、まあ、できれば良いイメージを持っていただいて、えー、どんどんですね、えー、空手が広がっていくことを願っています。今日は、えー、ご視聴どうもありがとうございました。